皆様、こんにちは。溝上でございます。溝上新一の教育論動画チャンネルナンバー17、新著の紹介の企画でございます。え本日は昨日配信いたしました、パート10、 え、石山先生らのカゴメの人事改革、戦略人事とサステナブル人事による人的資本経営と題するご著書、ご紹介の後に、私と石山先生で議論をした内容をまとめて配信するものでございます。これがあの昨日配信した本編ですね。あの説明欄に URL を貼っておきますので、まだご覧になってない方はそれをご覧になって、この議論ですね、お聞きくださればと思います。 で、えっ、ー、と、議論の内容なんですけれども、まあ、一つ目は、あの、私の感想ですね。あの、石山先生、別に、あの、事例を話すときだけではないんですけれども、えー、結構、やはり、あの、後ろのですね、概念的世界とても豊かで、こう、絡めながら話される、こう、えー、特徴をお持ちでですね、もう私なんか、やっぱり、こう、理論とか概念とか、やっぱ、そこらへんとても気にする人間ですから、めちゃくちゃ面白いですね。はい。で、一点だけですね、えっ、ー、と、質問の踏まえたやりとりですね、えー、お届けします。 オーケスリを編集しております、えー、何かというと、えー、まあ今回の話は、あの、カゴメの人事改革なんですけれども、これ結構あの、教育における教授パラダイム、学習パラダイムの、えー なんでしょう。構造に似てるんですよね。で、そこら辺を、えー、まあちょっとぶつけてみて、石山先生なんてことるかなと思ってですね、えっ、ー、と、議論いたしました。はい。それでは、あの、議論の内容ですね、ご覧ください。多分、先生の思考回路だと思うんですけれども、非常にこう、具体的な事例を一方で話しながら、他方でその後ろを走っている、非常にこう、概念的な、えっ、ー、と、コードが同時に走るっていう先生の話し方の構図っていうのがあって、あの例えば、会社とは何かとかね、 日本の人材育成とかね、なんかかなりこう、こう歴史をね、こう、多少踏まえたこう概念の説明っていうのが入ってて、そこら辺がもう私なんか非常にこう、響いて楽しいですねあ。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いです。あの、あの一つ聞きたいのは、まあ、最後ら辺の先生がまとめとして入ってた、まあ、タレントマネージメント、ね、えっ、ー、と、結局、ほら、例えば、会社とは何かっていう話があって、 えっと、そこに、その、社員のライフっていうものを、えー、非常に支えていく。働き方改革ではなくて、暮らし方、生き方改革でね。で、その下に個人のライフ。そして最後は、あの、地域。まあ、そこら辺は本当あの、いろいろ日本的で面白いんですけど、個人のライフをね、えー、 かなりこう前提とした、あの、人材育成っていうかね、あの、ま、タレントのマネージメントというか、育成というか、開花というか、置いといてね、やっぱそういう話を、えっ、ー、と、ここで言ってるんだと思うんですね。で、この話がタレントの話にこう、つながっていく、その間の、なんでしょうね、戦略っていうのが、ちょっと今日お話の中出てこなかったと思ってですね。 <で>なるほど。はい、うん。で、あの、ちょっと私の、私の考えを言いますけれどもね。あの、多様性ですよね。先ほどのアマティア戦で言ったら。多様性にこう配慮していくこう会社、あるいは組織の、えぇ、ー、まあ、ステークホーダーへの、えー、アプローチっていうのは、私はもう時代の流れだと思うんですけれども。 えっと、個人のね、多様性をこう、踏まえたときに、その個人が必ずしも会社の方を向いてその多様性を生かすとは限らないっていうね、問題が一つありますよね。これをどう考えるのかっていうのが一つの質問で。で、もう一つはね、あの、例えば、学校教育の中で、えー、ゆとり教育をこう、標榜して進めた90年代ありますよね。で、あの時に、まあ、 多くのね、こう、専門家、あるいは役人はね、時間を与えて、こう、自由にいろいろ、あの、まあ、 あの過ごさせればね、もっといろいろこうクリエイティブでね、もっといろいろこう、えー、学びというものを自分のライフに乗せてね、開花させていくっていうかね、って考えたわけですよ。で、もちろん学校がその間をうまく取り、もったいなかったという、こう、えー、教師とか学校の力不足っていうのも当然あるんですけれども、でもね、あれもし学校がこううまく、かなりうまく理解してやったと仮にしてもね、 その自由を与えて、その自由をこう、私たちは期待するところにこう持ってくるっていうのは、必ずしも起きない。で、うん、結果として、中間人材というかミドル人材が落ちたんだと思うんですね。で、それは学校教育の中では学力低下って言われてるわけですよ。うん、やっぱり、トップ層は上が、上からガンジガらメでこう与えられてもですね、そこを前提としながら個性をバーッと伸ばしてきますよ。うん、で、ミドル層っていうのは、あの、 上から与えられたのに一生懸命こう、そこに喰らいつこうとして自分を上げていく。で、自分でなかなかね、ここは私ね、あの、現実的にこういうふうに本当に思ってるんですけど、やっぱ自分でね、なかなか目標立ってこないしね、自分でこう、うん、自分がどういったら伸びてくるのかっていうのが弱いから中間層なんですよ。うん。中間層っていうのは、 与えられるところに頑張りながら、与えられるところで目標を立て立て,ていく。あの、うん、学校教育の言葉で言ったら、あの、 教授パラダイムとか学習パラダイムのその両立みたいなところでね。だから、教えられるんだけれども、教えられるのところから自分の、えー、そこから目標を立てるっていうかね。全くフリーだったら、この人たちは全然目標立ってこないんだけど、いろいろ与えられる中で、目標って何とかって言われたら <laughs>、あの、あ、こうかなって。で、これで結構立ってくるのがミドル層なんですよ。う あの、さっきのゆとり教育っていうのが、えっと、私が今言うような感じでこう、すべて行われたってわけではないんだけれども、でもその上からの締め付けを結構、ちょっと外したわけですよね。うん、そうしたら真ん中層は、えー、スカーッと外れていった。で、うん、私たちを期待するとこに上がってこない。 で結局あの、基礎基本っていうことを、えー、注視しながらあの、最低のことはこっちに向かせると。で、その中から学習パラダイムっていうかねあの、自分たちがどこに向かうかっていうことをいろいろ設定したわけですよ、うんうん。で、ここら辺が企業の人材育成でどう考えられるかっていうのが私聞いててずっと思ってたところなんですよ。あ なるほど。それで言うとですね、あの、カゴメの場合は、やっぱりかなりですね、うん、あの、学習パラダイムに振り切ってると思うんですね。って、っていうのは。聞いてる感じはそうなんですね。で,で、あの、通常の企業って、あの、日本企業のその人材育成の仕組みって、基本的に、あの、その適者生存人事管理っていうのは、 教授パラダイムにかなり近いとこがあ,、ね、あそうですね。うんうん、なぜかっていうと、その階層別研修で、みんなその徹底的にお同じその年齢で同じものになったら、こう研修とかもするし、まあその間は定期人事移動で、あの移動もさせて、で、ここに行って学びなさいってやるんで、もうある,ある意味会社がこう失られたもので学習していくっていうのが日本型人事の仕組みであって、で、あの日本型人事の本質って、そのトヨタの改善とかもそうですけども、そういったこう ある意味しつらえた教授パラダイムを中心とする中で一部小集団活動みたいな学習パラダイムを補助的に入れて均質的なその社員を作っていこうっていう仕組みだったと思うんですね、うん、ところがカゴメは結構それも否定しちゃってるとでなぜかっていうとまずその階層別研修っていうのを全廃しましたとでどう,どうやってるかっていうとその土日に あの研修を集めて階層別研修をやめても手上げ制でそこに勝手に来てくれとやりたい学びをやってくれっていうふうにまず学びを全廃しちゃったと。うん、でさらにであの定期人事移動っていうのもかなり数をこう減らしていってむしろそのえっ、ー、とサクセンションプランのようにここのジョブを仕事を取りたいんだったら こんなあのスキルとかが必要ですよっていうことを公開して明示することで、むしろそこを自分でこう選択するように仕向けたと。うん、なのでそのカゴメはですね、今管理職も手上げ制になってるんですね。つまり自分で手を挙げて管理職をやりたいっていう人じゃないと管理職にこうしませんっていう形に <laughs> い<ー>なっているということで、で、うんと、じゃあそれで、でもその、 じゃあそれでただただそれ入れるとその実はそのミドル層がスポッと抜け落ちちゃうんじゃないかっていうところで言うとそこは多分ですねその戦略人事のところでかなりあのきめ細かく作ってるところがあって要はそのサクセッションプランがあったりこうスキルをそこに見せたりでこうしないとこう出世できませんとかっていうのを示したりさらにその何て言うのかなその 上司と部下のコミュニケーションで上司は部下にこんなふうにコミュニケーションしましょうみたいなことをあのかなりそこはトレーニングしたりするっていうのがその戦略人事の中であのある,ある程度こう昇進したいとか出世したいとかってやるんだったらやっぱりこういうふうにその学ばないと自分で学ばないといけないしさらにそ,そのためには努力しなきゃいけないよっていうのもかなり見せていて で、あの、やっぱりみんな、あの、かん、まあ今で言うと、もうそんな出世しなくてもいいっていう人もいっぱい出てるみたいな話もありますけども、やっぱりそれがちゃんと示されるとですね、じゃあやっぱりこう挑戦しようっていうような方向性は出ていくので、そこでこう、割と全員がその、スポット抜け落ちずに、まあちゃんと手を挙げて管理職になりたいと言ったり、週末学んだりっていうことができてる仕組みなんじゃないのかなと思うんですけれども、まあかなりよく、 評価すると。だから、どちらかというと、その学習パラダイムの方に、一応振り切ってはいるんですけども、振り切っても、その戦略人事があることで、なんか、脱落させないような目標設定みたいなのがされてると。ただ、多くの企業で言うと、それ実際はですね、それって学習パラダイムに振り切ったんなら、本人に最大限その選択の 自由度を上げないといけないのに、それは上げないっていう企業が多くて、転勤しろとかですね、あのこれやっぱ階層別研修でこれ学べっていうのが多いので、なんか僕はちょっとその、なんかそこはなんか二枚舌だなと思うんですけども、カゴメはその学習パラダイムに振り切ったと、でもこれ何もしなかったら自分が落ちてくるだけだからこれ大変だよっていう、まあ、その代わり選択の自由も上げるよっていうことにかなり振り切りつつあるん。 じゃないかなと。今学校教育で、えー、と取り組んでいる大きなパラダイムっていうか大きな構造とかなり近いですね。うん、ああ、<で>はい。 あの、ゆとり教育を経て、あの、文科省、あの、まあ、言ってみたら立て直すんですけれども、あの、脱ゆとりって言ってね。だけど、従来の教授パラダイムで、こう、まあ、品質の、こう、みんな同じとこに向かって成長していくようなね、そういう学校教育はやっぱり取れないんですよ。あのそこはやっぱり、こう、ゆとりのとこで目指したその個性とかね、あの、 えー、自ら学ぶとかね。やっぱそこら辺は、やっぱ拾わないと時代に合わないですね。うんうん、だけど、えっ、ー、と、基礎基本が落ちていく、ミドル層が目標と時ず落ちてこれじゃ全然ダメなんで、うん、あの、習得活用探求ってね、結構学びの過程って今言われてるんですけど、うんうん、そういう、あの、力学を入れてくるんですね。取、うんうん、得っていうのが、まあ、言ってみたら、あの、教科の学習ですよ。あの、うん、数学とか国語とか社会とかね。うん、で、そこで、あの、教授パラダイムを中心と、 しながらも一部まあちょっと私のことでアクティブラーニングとかね少しあの自分の考えとかあのだからリフレクションだってそこに入ってくるわけですよあのただ先生の言うことをワンオンワンで頭に出ていくようなそういう理解の時間ではなくてそこは例えば 8割ぐらいはちゃんとあるんだけれども、2割ぐらい自分の考えをそこに乗せていくとかね。うん、あの、そこから教科の評価には入らないけれども、えっ、ー、と、じゃあ、どんなことがこう問題になるかとか。ちょっといろいろ他の自分の生活世界とか、自分がこういろいろ妄想することも含めてね、こうつなげていくような、ここの教授パラダイムを超えていくようなね、学習パラダイムを、あの、一部入れてくるんですね。うん、他方で、習得活用探求の、ちょっと真ん中の活用飛ばしますけど、あの、探求って っていうのは、言ってみたら、総合学習とか、いいね、あるいはあの、大学で言ったプロジェクト学習とかね、卒業研究とかですよね。いいねあそこでもやっぱりどういうふうにこう研究するかとか、どういうふうにデータを集めるかとか、そういうちょっと教授パラダイム的なところは、 若干あるんだけれども、でも、どういう研究をするかとか、どういうプロジェクトを自分やりたいかとかっていうのは、あの、生徒学生から出してきてね、どんどん思うようにやるわけですよ。いいよね、でそういうふうに、こう、えー、教科を中心として、教授パラダイムで基礎基本のこ、こ最低のところはやるんだけれども、えっ、ー、と、いろんな形で習得活用探求のところで、こう、学習パラダイムの割合を、こう、どんどん増やしていくようなね、<laughs> そういう、あの、 カリキュラム構造っていうのを今進めてるんですね。えー、で,で、それをあの、今のお話されたカゴメの,あの構造に当てはめるとね、やっぱりあの、 なんでしょうね。最低、例えばカゴメが組織として求めることっていうのは、やっぱ与えてるなっていう印象を受けます。あるいは、あの、こん中から選べようみたいなね。あの、<laughs> こっちに来ないとっていう話もちゃんとあるし。だけど、その中で、こう、個人が一体どういうライフ、自分のライフの中でカゴメで働いていきたいかを選択させていく。で、研修も、自分がどういう能力をこう、開発させるかってことも、あの、考えさせていく。全部、こう、企業から与えられるわけじゃない。 なくてあの方向性とかこうある程度を与えるけれどもそこを自分で選び取って開花を自分で作っていくっていうかねうん、うん、だからそれはあの結構教授パラダイムをベースとして学習パラダイムにこう振り切っていくね、うん、あの教育改革の構造とかなり似てるなっていうねるほどいやあのおっしゃる通りだと思いますねまあそれはんかものすごくその 人事部の人とか上司の信念とか経営者の信念で行くとちょっと性アクセスとか性善説みたいな話になっちゃうんですけども、やっぱりですね、ちょっとある程度その学習パラダイムに行くときって、あの、その人たちって本当は内在した能力があるとか、それを自発的にやると、それを発揮することができる。まあ いろんな制約あったりそれが必ずしもうまくいかないときありますけどもでも本質的にはそうだってやっぱり信じられるかどうかみたいなところがかなり大事じゃないかと思っていて、うん、やっぱ有沢さんとか優れた CHRO ってほ,ほんその性善説で学習パラダイムで最終的にはしか縛りとか仕掛けとかいるけれどもできるはずだっていう信念がやっぱりどっかあると思うんですよね。うん